え、何これ。わかんねえ。なになになに、なんかミーゲットした。え、こいつ捕まえようぜ。ベリーゴート。お、ヘッドショットあるこれ。あるな。いや、ダメだ。もうちょっと減らさないと。お、はい、来た。よし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 。帰らせてくれよ、俺のこと。なんかルーキー結構削れてんぞ。やっちゃう俺。帰れねえもん、じゃ、全然。やっちまうか、あいつら。アロー流ならいけるだろ。いや、いつ、ひょ。違うんだけど、アロア流。なんかいっぱい、ありがとね。手持ちパルが空腹？オッケーオッケー。どうやって解決できるの？普通にあげればいいの？オッケーオッケー。よし、やっと帰れる。怖い怖い。遠出は怖いぜ。え、なんかある？卵。ビリビリの卵。絶対あいつじゃん、出てくんの。もう知ってるよ、それ。意外とモンスターボール、パルスピアをさ、現地調達できるんだよな。作ってた方が安定だけど。なんか作ります。何個作れんの？マックス作っちゃおうぜ。で、なんか温泉を作ろうぜ。あ、そう、体液がねえのか。忘れたわ。おっぽっちょ。最終冷却。まあまあ、でも、ボスだから強いか。120に125。え、強っ！全然違うやん。あとは、テクノロジー上げれるな、どんどん。あ、そうそう、これが必要。原始的な炉。炉っていいのこれ。炉でいいのこれ。本当に。なんて読むんだろうな。ああ、やっぱ炉って読むんだな。で、あと2つ。三人意味はなんとなくわかるやん。羽の髪飾り。美しい羽の耳飾り。心なしか頭部へ致命し、あー。ヘッドショット現象みたいなな。さっきヘッドショットあること確認したからな。虎バサミ。あー。釘。金属インゴットがまず作れないから、これ当分作んなくていいな。で、これで作れるようになるのか。そしたら、作っといて損ない釘と、これじゃない。あ、で、あとこれ。はいはい、卵孵化器。はい、欲しいです。ちょっと待って。これは何？食べ物を入れておける小さな袋。自動食事用の装備スロットが1個まで解放される。空腹時にスロット内の食料を自動で消費する。勝手に食ってくれるってこと？自分が。あ？多分そういうことだよな。グラップリングガン。で、これ古代テクノロジー相当重要そうであるな。ボスを倒すことによって解放されるんだね。とりあえずこれ、卵を孵化したい。あ、これはできるわ。で、あとこれ、発火器官。発火器官とは、炎属性から取れる。待って、これ書いてあるぞ、じゃあ。パルから取れるんだな。ってことは、パルを倒しに行こう、どんどん。なんであそこまで来てんの、グランボス。てかこれボスじゃない？ちょ待って、それ攻撃しちゃダメだよ、絶対。危ねえ。ボスのあの、表示出なくなっちゃった。
あ、こっちがボスだ。さっきのは別だわ。普通にヤスリ出てくるんだ、ああいうの。あ、おお、強い。いたいたいた、キツネビ。おい、パルの体液ゲットしてないよな。どうやってゲットしたんだ俺は。お、ゲットした、パルの唾液。ははは、これ卵もある。新緑の卵。お、パルの唾液。こいつ結構落とすな。お、あるぞこの辺に。あ、あったあったあった。あれですぐ帰れるようになるぞ。なんだここは。お、パルの唾液ゲットした。なんだあれ、やべえの飛んでる。なんだあれ、ニャンバット捕まえるか。うん、誰これ。OK。ルミカイト強くねえなこいつら。死んじゃった。いや、オッケー。こいつパルの体験2匹ゲットしたぞ。やった。え、こいつパルの体験めっちゃ手に入る。えぐ、水系が手に入るんだな、パルの体液。ってことはお前らもだな。ほら、やっぱそうだ。ファストトラベルで帰りますか、そろそろ。とりあえず拠点戻ります。よし。え、何これ、古代文明の武器で。俺、どこで手に入れたこれ。レアなアイテムちょこちょこ手に入れてんだけど、俺。で、これ、温泉まず。はい、作れます。温泉どこに作る？こっち側だよな、雰囲気的にはな。ほら。で、あとは、なんだっけ。はい、これ、原始的な炉。これ何？あー、他のに変えれるってやつか。あー、オッケー、なるほど。これぐらい。で、お、インゴット作れるやん。これは？木炭。とりあえず金属インゴット作っちゃおう、でも。マックスいっちゃっていいんじゃない？やることだらけです、君たち今。で、あとは？ベリー農園か。オッケーオッケー。ベリー農園なんてすぐ作れる。まあ、ええか。水やり運搬。採取。お前何もできないやん。種まき牧場。お、こいつ結構優秀。
採取、採掘、運搬、しかも杖。いや炎パル欲しいな。一体で足んねえ。料理してきたら腹減ったマジで。てかアップグレードできる、おっしゃー、オッケー。上質の作業台、中世の制約台、作業パルを出す。あともう一匹か。ね、ま、上質な作業台とかってまだ足んないはず。あ、作れるわ。あ、俺レベルアップしたか、さっき。クルリスのサブマシンガン、クルリス専用の小型サブマシンガン。パートナースキルを発動するとプレイヤーの頭に乗り攻撃に合わせて追加攻撃を行う。これ絶対強いやん。アサルトライフル、周辺の敵を撃ちまくる。え、何、もうとうとうとあれなの、ポケモンたち自分のスキル使わずに銃持ち出すの。え、これちょっと作っとこう。で、上質な作業台は絶対じゃん。うわー、金属系ができるのか。そっか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 。中世の制約ないね、次。あと3つか。え、どっち優先かな。ツルハシかな。こっちやな。でも待って、その前に何かあったっけ。ないかな。多分ないかな。この辺とかいるのかな。いつか必要になるんだろうけど。あと1は貯めとこ。で、ちょっと待って、何で作るんだ。あ、金属インゴット。あ、でも作れるでしょ、ほら。こっちか、取得。はいはいはい、作れ作れ作れ。うぃー、サブマシンガン。これでクルリスがサブマシンガン持つのか。ワンチャンクルリス強い説にできたわ、そしたら。てかさ、お前作ったじゃん、首輪。え、これじゃあ、2体出せるってこと？お、そういうことだ。え？てか、ここで出したらあれなんだ。やってくれるんだ。いいよ、そんなことしなくて。お前は戦闘要員だ。やべ、俺が死ぬ。危な、めっちゃローだったじゃん、俺 HP。全然気づかんかった。一桁だったんだけど、570あって。マジで。とりあえず、金属インゴット作ったでしょ？で、なんだっけ。上質な作業台。釘が必要。釘ってどうやって作るんだ？あ、これで、かける2が作れる。10個ぐらい作っとくか。炎パルさ、ちょくちょくいなくなってね。マジで。やることあるよ。え？やってくれるか。やってくれないか。なんでや。キツネビさん？なんで？お、急にやる気出した。よし、サブマシンガンゲットしたぞ。で？いや。なんかあれか？ウルトみたいにゲージ溜まってるけど、あれがあんのかな？クールタイムがあんのか？溜まったっぽい？じゃあ、あいつに撃つか。ペン玉に。来た！おぉ！ははは！強っ。え、強ない？え、めっちゃ強いじゃん。で、クールタイムがあんのか。一回打ち終わったら。あー、君攻撃しないから大丈夫よ。体力いくつだった？ 4044。 え？でもクルリス一発100とか当ててたよ。まあ、敵の強さにもよるんだろうけど。うわ、なんか来た。どこだ？上だ。上質の作業台作っちゃうか。どこに作ろう、これ上質の作業台。ここかな。ここを作業場にするわ、主な。
ういうこともできるのか。お、上質な作業台できた。これで金属の換気ができるはず。あ、金属インゴット足んねえわ。金属取ってくるか。よし、金属ずらし作れるんじゃね。おっしゃー、5個も使うんだな。結構な金属インゴット貴重なんだよな。まあでもあれか、一旦作ったら修理できるからまあいいか。いや、新しいパルいるか。だいぶ捕まえちゃったからな。向こうにも島あるな。一応行ってみるか。そっちにファストトラベル作っときてえな。近くにないかな。え、なんかボスいない？その目の前。くれめえよ。レベル23。あ、待って。炎のやついる。こいつ捕まえて。火の小鹿か。やべ、殺しちゃったー。湿原の島だって。あ、ファストトラベルある。よし。いや。何これ。ちょっと待って、ヒノコジカどこ行った。あれ、あ、いた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 。待って、早い、君たちやるの。え、でこれ何、ダンジョンに入る。ダンジョンがあるの、マジ。ボスレベル23って書いてあったから絶対今の行くべきじゃないわ。ファストトラベル解放した。とりあえずヒノコジカいた。あれ、いや、危ね、殺されちゃうからな、すぐ。あ、あれゾウのやつだ。パワーアップできるやつの確率。え、何でも拾えない？あ、拾えた。あ、待って、なんかイノシシいるぞ。ちょっと待って、やっぱ島が違うと。いるモンスターも違うな。捕まえた。待って、なんか洞窟あるぞ。これ何？ダンジョンだって。消滅までで、え、消滅するの？レベル13。ちょっと待ってくれよ。まあ、でもあれか、ファストトラベル作ったから行ってもいいな。ちょっと待って。もうちょっと探索したいな。盗賊団ルーキー。いや、違うか、こいつら。なんか捕まえられてる。かわいそう。いや、ナイス。ナイス。一瞬じゃん。ガウルフ、なんか、狼がいたぞ。そんなことより、あの、捕まえられてるやつを。助けよ。こいつ仲間になってくんねえかな。見たことないよ、綺麗花みたいなやつ。完全に綺麗花じゃねえかよ、形が。よし。お、仲間になった。茨姫。何これ、なんかゼルダの、ゼルダもこんなんなかった。お、レベル上がった。ゼルダのゾナウ文明みたいなのあんだけど。輪っか遺跡。待って、なんかあるぞ。卵。湿った卵。絶対水属性だ。洞窟行っちゃうか、そしたら。あったあったあった、ここだ。入ってみるか。男女に入りますか。はい。帰ってこれっかな。初めての敵だ。モグルン。いや、よ
ス。なんだあれ。倒しちゃった。闇以下。なんだ。かまれ。ナイス。クルリスリコイル強いね。わわわわ。あ、いっぱいいるぞ。密猟団がいるんだ。アムアリューに変えよう。え？相手こっち来れないけど。ナイス。なんか洞窟の中でしか取れないのかとかないのかな。ボスがいるっぽいかな、レベル13の。お、なんかやってるぞ。この野郎。ナイス。ナイス。ナイス。共闘だぜ。ちょっと待って、反対側も行ってないぞ、俺。まだ。広いな、意外とダンジョン。え？深くね？ね、こっち行く前に、他の方向もあったから、ここも見とこう。こっちか。熱量弾めっちゃ弱いな、ダメージ。レベル10とか書いてあるけど、全然弱いわ。で、こっちの奥は？うわ、すごっ！めっちゃでかいじゃん、ダンジョン。何このダーク&ダーカーみたいなステージ。何これ。お、ツッパニャン。めっちゃ生きってるツッパニャンだって。ははは。何この炎と森のカーニバル。セカオワやん。え、でもボスツッパニャンって書いてあったっけ？とりあえず、お前は、アロアレンにボコボコにされるよ。一応、言っとくけど。いて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 、え？ああ。助けてー。なんで俺に来てんの？えぐい技。はみ殺された。ちょっとね、早い。やばい。ほらやったぜ。マシンガンヌで倒した。普通にさすがに強えんだな、ボス。はめ技みたいなのされたんだけど、無限引っ掛けみたいな。で、お、なんだこれ。宝箱だ。宝箱2つ。防寒アンダーウェア、ルビー。羽の髪飾りの設計図。それは持ってるな。あ、これダンジョンが出るんだ。ちょっと待って、もうちょっと。え、反対側もあったけど、反対側、ボスいるんじゃないの？え、これなんだ？これちょっと色違うぞ。さすがに。お、硫黄だ！これ持ってないから持って帰ろうぜ。爆弾とかに使うぞ。絶対。うわ、ここやべえって言ってた頃か。下降りてみてもいい？いけるんだよね、下もね、一応。でもなんもねえわ。ただいけるってだけだ。よし。まあいいか。一旦出ます。じゃあ、ここから。あ、洞窟終わっちゃった。そしたらレベルアップしたし、一回帰るか。一回帰って、あのなんか、制約剤、制約台なんだっけ、そんなの作るわ。わ、あいついるやん。お前みたいなやつは、こうして、もう。こう。こうです、お前らは。お前らみたいな、いじめるやつは。やめなさい。よし。で、テクノロジーで、
中世の制約台、これを作れるようにします。で、エテッパのアサルトライフル、いいね。作ろう。角神のサドル、あ、サドル、角神の方が早そうだもんな。角神乗るか。召喚中のパルを解体できる包丁、解体ってお前言ってるけど、これ殺してるだけだろ。解体したパル二度と帰ってこないですよ。えぐ、次クロスボウあんじゃん、弓の進化系や。で、待って、中世の制約台は何で作れんの。あ、待て、てか卵孵化器作ろうよ。これか、制約台。俺はまあこの辺並べとくか。いや、なんか判定おかしなやつだから、こっちにしよう。よし、で卵孵化器一旦できた。え、でこれでさ、卵できんじゃないの。ほら、ちょっと待って、全部コモンだっけ。見てこのレアなやつない。卵なんあれ何個かあるよな。あったあったあった。わ、全部コモンだ。これをセットする。おお、5分でできるんだ。普通に普通にセットするだけでいいの。これ、これは何、どうやって使うの。原始的な作業で作れるわ。あ、ほんとだ、これの進化版。へえ。で、そういえば、これは何、衰弱やうつ病の高級の医薬品。え、何、あ、回復できるアイテムがあるってこと。 HP は回復しないんだ。風や捻挫に効く。あー、なんかバフ系だね。で、待って、でもこれで確か上げられるぞ。レベル9になった。クーラーボックス、スピア製作台。次、了解了解。で、待って、俺ゲットしたパルがさ、どんな感じ。闇以下、採取運搬2か。はい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 。で、あとは、ガウルフ。採取1。モグル。運搬手作業採掘。はいはい。微妙やなぁ。あ、こいつは助けたやつ。茨姫。こいつめっちゃできる。制約できる、制約。え、こいつ入れとこうかな。うわ、ダメだ、こいつは。火の小路か。うわぁ、こいつも火起こしだけか。火起こしプラスなんかできるやつが欲しいんだよなぁ。で、卵終わったかい？あ、終わってる。さあ、何が孵化する？シーペント。持ってないぞ。どれだ？シーペント。あ、これだ。ミゼールレベル2。すげえ。ドラゴンっぽいじゃん。ちょっと強そうじゃね？だってレベル1で108あるよ。攻撃力。どれくらい伸びるのか知らないけど。よし、どんどん孵化させようぜ。次は平凡のやついこうか。平凡な卵。でも10分かかる。ほんの少し寒そう。炎のパル呼んでここで温めるのかな、ワンちゃん。あ、無理か、孵化作業。お、なんか出てきたぞ、いっぱい。シーペントにライドできる。これ強いんじゃない。これ水の上いけるってことじゃない多分。めっちゃ水水。オコジョにも乗れるわ。乗れる、あれなんだよね。パルいっぱいいるんだ。作っとこう、シーペントのサドル。よし、そしたらシーペンドのサドル作るぜー。卵まだかい？お、いけた！さあ、何が出るかな？エアムルグ。結構知らないパル、あれ、孵化するね。来た。エアムルグ。こいつも攻撃高いぞ。かっこいい。威力60。脳筋。攻撃プラス30。絶対こいつはパーティーに入れるべきだわ。脳筋野郎だから。おこちょ作業速度プラス30でマイナス30なんだ。攻撃。おこちょ作業向きかこれ。パッシブスキルが正確みたいなもんなんだろうな。ポケモンで言うところの。ちょっとシーペントライドしてみよっかな。この辺の水で。あ、てかここでいいじゃん。シーペント。わ、なんか勝手に攻撃しない？てか、でかシーペント。こんなでかいんだ。やったー！こんな感じで泳げるんだ。いいね。水の移動めっちゃ楽になった。これ上がれんの？陸も行けちゃうの、シーペント。遅いけど。あ、こっちだとスタミナ減るな。へぇー、なるほどね。エアムルグどんな感じ？おー！かっこいいね。
卵めっちゃ楽しいな、やっぱ。ドラクエの時はそうだけど、卵用のガチャってめっちゃおもろくね。こういうのは、いっちゃおもろいんだから。感染した？まだか。あと1分。待っとこう。よし。さあ、何が出る？パピテフ。なんか、蝶々だ、蝶々。いいね。被ってないぞ、今んとこ。一匹も。どれパピテフ？これだ。種まきに制約1。で、もう一個あるぞ。まだ。ビリビリ。6分40秒。もう待ってよ。ここで。よし。あと5秒や。さあ、何が出るんだい？雷ならし。雷様みたいな。おー。手作業運搬発電。へー。パッシブスキルめっちゃついてんだけど。やべ、なんか、くるっとり自爆特攻隊とかいいやつが、なんか近づいてきたんだけど。これ、やばくない？大丈夫か？しかもこれ、あれじゃん。パルじゃん。わ。やべ、あー。ミラスピア作っちゃったー。まあ、捕まえてるからいいか。でも普通にやっぱ特攻隊、つうか、あれも捕まえられるんだな。あいつなんかやばそうだな。拠点爆発させてきそう。自爆命をかけて爆散する。自身は戦闘不能になる。記録230。一緒やん、ポケモンと。こいつもなんかさ、デザインがネイティとかネイティをくせんだよな。お、クロスボウ作れるようになる。あ、で、あれなんだっけ、クーラーボックスだっけ。クーラーボックスとスフィア製作台。クーラーボックスは今作れた。スフィア製、あ、これか。スフィア製作台これ。一個レベル上げなきゃ。お、メガスフィア作れるようになる、次。クロスボウ作るでしょ。で、クーラーボックスか、あと。小さな食料保管庫。氷パルをアサインすると中にある食料が腐敗しにくくなる。あ、なるほどね。てか、俺もうグラップリングガン作れるじゃん。何これ。パル濃縮ポット、やば。何体かの動詞のパルを濃縮して合成し、ランク上がった個体へと強化する。実験してます、パルで。角紙も作っとこう。一個。じゃあ一旦寝て、お前どこで寝とんねん。なんでお前の家じゃねえ。どう考えてもサイズ合ってねえだろ。まあ、ベッドもサイズ合ってないんだけどさ。そしたら、サドルが手に入ったんで、まず角紙から乗っていこうか。おお。背中に乗って移動できる。ライド中は二段ジャンプが可能なのに、木を壊す。木を壊す。やば、早っ。うわ、ほんとだ、二段ジャンプできる。おお。え、木を壊すって何？木を壊せんの、このまま。それがわからん。マジでわかんねえわ。でも確かにめっちゃ楽だ、角紙二段ジャンプ。そしたら、おこちょは？いや。待って、乗せて。おこちょ。おこちょ特に、あれだな、ないな、別に。可愛いだけ。角紙優秀か、一旦。で、あれ、クーラーボックスができるようになったはずなんだよ。はいはいはい。これ作ろう。こっちに置くか。よいしょ。で、これで、おこちょがね、やってくれるはずなんだよ。冷凍だっけ？なんだっけ？冷却か。で、これでクーラーボックス。で、こういうの入れとけばいいんだよな。おそらくな。ほら、129分になった。10分になったのに。うわ、かわいい。寝てるだけなのに。こういうのも、ほらほらほら。こういうのも。おー！え、これめっちゃ便利じゃん。なんでこんなグランモスいっぱいいんだよ。グランモスに今日一回挑みてえな。なんでこんなまとまってんの、アラーリュも。強い奴らがさ。やめて。奥に行ったやつとちょっと戦おうかな。すぐ戻ってこれるし。クルリスリコイルを使ってさ、どれぐらい食らわせられるのか。あんま効かなかったらどうしよう。行くぜ。もう撃っちゃうぜ。
ダメだー、逃げろ。相手するもんじゃない。追ってきてるこれ、もしかして。やばい、技打ってる、やばい技。拠点まで追ってくるかな。拠点まで追ってこられたら困る。やば、判定切れたか。さすがにおかしくなっちゃってもフランモス動きが。いや、こっち来てね。あれ怒ってるかな、まだ怒ってるな。やめましょうよ、そういうことするのね。やばい、2体怒らせちゃってない、あれ。しかも角神死んだし。なんかグランモス同士戦ってない？何してんのこれ。めっちゃ削れてるグランモス。お互いなんか戦い合って平和になった、もしかして。一旦落ち着いたっぽいな。やべえ、あんな強えのか。よかった、こっちに被害なくて。いや、クルリスリコイル、あれだな、1しか与えられなかったら、グランモス同士削り合って玉乗りしたかったけどな。グランモスはまだ無理だからさ、どこだっけな。なんかいたんだよな。手頃な、レベル20ぐらいのやつ。あれ？マップには出てないか。そいつ、捕まえたいね。次は。あと、この密漁団が意外とね、大したことないから、行っちゃってもいいかもね。これチュートリアルだから、意外と簡単かも。で、多分そろそろ回復してるはず。オッケーオッケーオッケー。で、クルリスと、角神ね。いや、クルリス微妙か？クルリスリコイル。これ雑魚戦って感じだな。まあ、いいか。どこにいたかな、ペコどんだかなんちゃか忘れちゃったけど。え？てか、ここにパスタトラベルあるんだけど。え？ここレイン密漁団の塔だったわ。あ、これか。一旦窓っか。ちょっと待って。じゃあね、その前に、いや、先にこっちかな、ワンちゃん。あっちの方が難易度高い説あるぞ。先がこっちやっちゃうか。これ何？ダンジョン？ボス戦に参加する。一回やってみるか。ホストトラベルあったし、すぐ戻ってこれるし。行くぜ！ 10 分がタイムリミット。なんだ、急に。壮大な。え、なにこれ、なんか敵キャラみたいなのいいのは。おお、かわいい、普通に。ポケモンバトル始まった。お、出た、エレブーじゃん。エレブーなのか知らないけど。ゾエ&グリズボルト。ゾエっていうのはね、ゾーイ&エレパンダ。やばい、なんか撃たれる。いってぇ。動きが意外と速い。俺はもうこの車検に隠れてやるか。え、体力えげつない、普通に。で、攻撃はそんな痛くねえわ。痛い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 。頼む、助けて。こいつ動き怖いよ。いってー。まあでもシールド回復してるから大丈夫。ダメージ、やばいやばいやばい。俺が死んだらもう元も子もないから。よけろ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 。なんでこんなアクション要素があるんだよ。やべ、死んじゃった。いけ、シーベント。やべ、一撃死んだ。くそ、こうなった。お前クルリスリコイルでやるしかねえ。いけー、ほらー。痛い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 。やべ、死んだ。当たったら死ぬ、当たったら死ぬ。てか体力まだ半分ぐらいあるんだけど。
通に強え。これ相性考えた方がいいな。サーペント一瞬で死んだってことは、あれ相性相当悪いぞ。ってポケモンと同じかな。電気は水に弱くて、草は電気に対してあって。助けてー、追ってきてるよ。やばい、クルリスにヘイトが向かないと一生追ってくるこいつ。ナイスナイス。やべ死んだ。あと角紙だけだ、頼む。やべ当たった、くそ。やばい死ぬ、やべえ絶対勝てねえ。あぶねえ、あ角紙死んだ。もうあと俺ら戦うしかない。あーくそえ、強え普通に、こんな強えんか。やべえ舐めてた普通に、チュートリアルだからと思って。回収だけしに行こう。え、あれって中にあんのかな。あった、優しかった。もうちょっと鍛え直さなきゃな。でもいけそうではあった、多少。せっかく卵連れて帰ってきたし、卵でもやっとくか。ちなみにさ、あのボスはさすがにさ、捕まえらんないよね。普通のボスと違うよな、さすがに。他人のポケモンは奪っちゃいけないんだからな。みんなも怒られただろう。トレーナーのポケモン相手にモンスターボール投げてよ。さあ、なんだ。あ、角紙だ。まあ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 。クルリスさ、おそらく弱いわ、こいつ。俺は気づいた。エアムルグ連れてくか。こいつらってあれなんだな、でも手持ちにいるか、拠点にいないと、レベルは上がんないっぽいね。いや、新しいの欲しいな。うわ、同じだわ、シーペントだったわ。じゃあ行くか。さっきは塔に行ったけど、次は、ボスを倒しに行きます。お、どんどん鍵使おう。宝箱初めてだ。寒冷地の民族服の設計図に、もうちょっとレアなものが入ってんだろうな。なんだこう、アジとか。小さな集落。商人がいるんじゃない？商人でさ、なんかパル投函できるとか言ってたよな、お金で。商人いないか？いた！放浪商人。いらっしゃい。いいアイテム仕入れてるよ。買いに来た。おー！なるほどね。俺今いくら持ってんの？あ、2389円。いやでもいらねえな。薬って高えんだな。パルは買えないんだ。パル買えるみたいに言ってたけどな。あ、これだ、絶対。いた！いや、いいパル仕入れてるよ。うちのパル取引は合法だから安心してね。買いに来た。何がいるんだ？うわ、高っ！月影。こいつ知らねえわ。6480円。マジか。一匹も買えねえじゃねえかよ。売却。こんな悲しいシステムがあるんだな。シーペント高え。え、フォークインも高い。これでなんか、ある程度価値が知れるね。そのモンスターの。まあまあまあ。またの機会に。なんかあれだね。ティアキンのソラシマミ。あ、待って、これ。誰かいるぞ。これ密漁団に取り、おっとけ。おらよ。バットで繋がってるよ。アラーリーさん、うん、戦って。ナイスナイスナイス。強い。ナイス。こいつも見たことないぞ。なにこれ。マイメロディーちゃんみたいな。かわいい。ヒメウサ。常にニコニコ笑顔を欠かせない。たまにツッパニャンのいたずらで触手に、お、肩結びされる。かわいそう。おお、卵だ。え、あの上もなんか卵あるな。ちょっと待って、これ登ってくるわ。これレアだろ。ゴツゴツした卵。え、お前来れるんかい。え、ワンチャン登ってこれた。じゃあ、あ、これボスだね。アルパオ、圧倒的にボスだわ。ここ何、錆びれた教会。行ってみるか、ここ。うわ、無理か。
登りじゃね。うわえぐ、ええー、すごい。フルリストもあるんじゃないの。え、なにこれ。え、これあれじゃん、石の石像じゃん。石像フルリストもあるし、ここでもしかして強化できる。おーマジか、8個ある。強化で次7個必要なんだ。そしてこいつマジ移動が楽すぎる。こいつを手にしてから始まりじゃんこのゲーム。キャプペン、こいつレベル15だ。行こうぜ行こうぜ。キャプペン、こういう可愛いやつ待ってたんね俺は。あんなエレブみたいな怖いやつじゃなくてさ、キャプペンならいけるだろこれ。捕められるぞ絶対。あ、これか、ツッパニャン、ツッパニャンじゃねえや、キャプペン。あ、こいつか。はいはいはい、行ってきます。これまた普通にダンジョンなのかな。あ、いるわ普通に目の前に。いいよこいつやっちゃって、行くぜ。いいじゃん、全然体力が違う。これ捕まえたいね。ペンタムの進化系なのかこれ。勝てえこいつ。待って、アローリ死んでる。行ってこい、エアムルグ。エアムルグルもやられた。Cイベント行ってこい。意外と強え。そろそろ一回投げとく。ダメだ、何回でも投げてやる。俺には無限のボールがある。ほらこれでいい。いいよ、来た、よーし。実はペンタマとほとんど関係ない種なんだ。へえ。オッケーオッケー。普通にクソ硬かったわあいつ。俺が捕まえたキャプペンはどんな感じですか。手作業に運搬に冷却、え、めっちゃ強い。めっちゃ強い。しかもなんか戦いも強そうこいつ。何でもできるね。